ピョートル・ミハウォフスキは、ポーランドロマン主義の画家。肖像画や、戦争画、馬をモチーフにした作品で知られる。幅広い教育背景の持ち主であり、社会活動家、放送、都市行政官、クラクフ農業協会会長としても活動した。クラクフ国立博物館文館である、スキエニチェ美術館には、ミハウォフスキの名にあやかった展示室があり、彼の作品を多く取り扱っている。 グリバコニアバの頭の終作、ピョートル・ミハオフスキ1846年ワルシャワのバンクスクエアにあるミハオフスキの記念版、クラクフ周辺のクシュシュトフォージュチェに、クラクフ共和国上院議員であった両主、ヨゼフ・ミハオフスキの子として生まれる。ミハオ・スタホビチ、ヨゼフ・ブロドフスキ、フランチシェク・ランピなどの画家によって、13歳でその芸術的才能を見出されていた。 ヤギエゴ大学において古典哲学や農業、数学など幅広く学業を収めた後にゲッティンゲン大学では法学や歴史学を学んだ。ロシア帝国の圧政に対する武装判断である11月放棄の間、ポーランド軍事工場の運営補佐を務めた後、配偶者であるユリアをストロフスカとギフと共にフランス、パリへと亡命する。パリでは ニコラ・トゥサン・シャルレのもとで絵画の勉強を続け、テオドール・ジェリコーやレンブラント、ベイラスケスらから多大な影響を受けた。馬を描いたミハワフスキの水彩画は、フランス国内で非常に有名になり、1833年には、イギリス、ドイツ、アメリカの画廊で取引されるようになった。1835年にクラックフに戻り、1837年には、 家督のクシュシュトフォージュチェに今日移した。1848-53年には、クラクフシ行政官を務めた。1845年代には、馬を題材にした絵画や著名なロマン主義的作品、そモシエラの戦い、ナポレオンの完兵式や、その他戦争画を含むドラマティックな風景画など、数多の作品を残している。1948年に、 パブロ・ピカソがポーランドを訪れた際、ミハワフスキの作品を見てこう叫んだという。ミロ、画家だ。2012年11月28日、ポーランド国立銀行は、以下のミハワフスキ記念コインを発表した。ありがとうございます。